どうもブルーンビューティーバーの小西とゆきです今回のご相談は20代女性の方です26歳ですよろしくお願いします1つ上の2年ちょっと付き合ってる彼氏と今年の8月から同棲してるんですけど彼氏が家庭的じゃないというかほとんど家事をやってくれなくてお母さん状態になっていますそこがモヤモヤしていてこちらに書かせていただきました 私は一人暮らしからで彼氏は実家からというスタートです。なるべく言ってるんですけど返事だけで全然やりません。でも好きだからあんまり強く言えません。結婚を考えてるから始めた同性なはずなのにこれじゃあ親子みたいです。どうしたらいいのか教えていただけませんかとのことですがどうですかね。 ねこれはね大変ですよもうイライラも溜まってくるだろうしただあのー、今この相談者さんだけが家事をやっているっていう状況はどうやっても抜け出さなきゃいけないわけですよでそれは彼氏にお願いしてとかじゃなくってもう多分これからもその彼はちょっとやそっとじゃ変わらないのね 今まで実家にいてお母さんにやってもらってっていうのが当たり前だったしでそのお母さんが専業主婦だったらなおさらですよ、うん、だからそんなに変わらないしすごい甘えがあるから一回相談者さんは家事をやめてみることをやると、うん、あの何もやらないとこんなに家が汚れていくんだとかこんなにあの食器が汚くなっていくんだとか。 ご飯とかも何もしないと本当に何もないじゃないか買い物もしないと家の中に何にも食べ物がないぞとかそういうことに気付いていくと思うんですねさすがにそうなったら自分がどれだけ今までやらなかったかっていうことに気付いてくると思うんですけれどもただそれでもあのそれでも家事ができないとかそういうのであればちょっと 外注する外に頼むお金とかじゃあ代わりに出してくれるとか言ってみたりとかあとはそうだなうん外食の外食のお金とかもうちょっと出してくれないともう疲れたとかっていう話を正直にするしかないんですよ。これから結婚も考えていてってなるんだったらなおさらです。 あの結婚してこの状態が続いたらもう破綻することはもう目に見えてるのでそれでね子供が生まれたらなおさらなのでそういう状況は早めに抜け出さなきゃいけないんでそういうふうな行動をとってみたらいいかなっては思います。であとはあの家事を全くやったことがない人だったらまず家事のやり方が全然わからないから。 あの本当にねこれはこういう風に使うしこれはこういう風にやってねっていう,うにあにこんなことも分かんないのって思うかもしれないけど本当に子供に教えるみたいな感じで一つずつ一つずつ教えていくしかないんですね。でやっっててもらって あの多少うまくできなかったとしてもありがとうってちゃんと伝えてすごい助かったっていうふうに言うと大体男性はだんだんんやってくれるようになりますなのでやり方がわからないからやらないっていうのもあるかもしれないから食器を洗ってとかそういうよりももっと細かい指示を出すっていうことをやってくうちにだんだん彼も慣れてくるかなっていうのもあるので、うん、そんな感じでちょっとやってみたらいいんじゃないかなって思います。 まあ男側がねこう慣れてないだけっていうことだけかもしれないですねもしかしたらねそうそうそういう部分もあるからねうんあとは自分の大変さとかそういうのももうちょっと伝えたらいいかなって思いますだって仕事も相談者さんやって帰ってきて家のこと全部一人でやってて明らかに不公平だからそこはちゃんと伝えなきゃいけない部分かなと思いますはいじゃあ是非参考にしてみてください じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルームビューティーバーの小西とゆきでした。